こんにちはおお、はっさんかいおお、まあまあ、お上がり今な、ばあさんがちょうどお茶を入れたところなんだばあさんはっさんが来たからねあの、お茶をもう一つうんさあ、まあ、そ茶だがお上がりえ、ありがとうございます <laughs> <あー> <laughs> なるほど、こいつはそ茶でした いや、お前がソチャってことはないんだよね。あたしがヘリくだって粗末なお茶でソ茶と言ってるんだから。あ、なるほど。粗末なお茶。あん。あ、これ、粗末なお茶なんですね。いや、そう、改めて言うことはない、ね。えお前、今日はどうしたい、うん、ゆっくりしていけんのかいいやいや、そうもしてられませんでね。あのー、ゆんべね、仲間うちで集まったんですよ。 で、その時にあのなんかこう話の流れで「鶴」っていう鳥がい,いますでしょう。であの鳥がねなんでこう鶴と言われるようになったかっていうのはあのみんなで話してたんですよ。お前知ってる知らない。知ってる?知らない。知らない知らない知らない。ないみんな知らねえんですよ。ねそれでまあこのまんまだと気持ちが悪いからってんであそうだ。長屋の大家さんとこ行ってね。 あの人は物知りだからひょっとしたら知ってるかもしれねえななんていう話が出てお前行ってこいよやだよお前行けよやだ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 よ,やだよ,やだよってみんなね行きたがらねえんですよまあここだけの話嫌われ者ってやつでねまあしょうがねえからあのじゃんけんしようっていうことになってねじゃんけんで負けたやつが行けよなんていうことになってそれでねまああっしが 仕方なくここへ来たっていうわけなんですがねあの鶴、ー、っていう鳥の名前なんであなたが知ってたら教えてもらえますお前も不思議なやつだね誰の前で話をしてんだよいやこれはねあの隠居には絶対秘密だっていう話 いたね。お前ほどバカなやつはないよ。まあいいよ。お前とあたしの中だい。え？あ,あ、あ鶴が？なぜ鶴と言われるようになったか？ああああああ <laughs> ああ。知ってる。お前さんこの話そんなに聞きたいか？ いや聞きたい聞きたいんだよ。それが気になってね、ゆうべもろくに眠れやしねえん。うん、教えてください。あれ、昔はな、首長鳥と呼ばれてたん、えー。え、それがどうして鶴になったの昔々のことだよ。一人の老人が浜辺に立って海を眺めていたん。すると、もろこしの方から、 くびながどりがつーっととんできてはまべのまつのえだにひょいととまったん。あとからメスがルーっととんできてはまべのまつのえだにひょいととまったん。 さあ、それを見ていた老人が「ああこれは鶴だな」だ。はっはっはっは。まあそういうくだらん話でな。ああなるほどあそれで鶴なるほどなるほどええありがとうございました。ええこれで疑問が解けて。ええ。じゃあ失礼します。なるほどな。あの陰気は無駄に年食っちゃいねえねえ。ええ。 それで鶴かなるほどおこの辺はてっちゃんちの近所だなあいつ冷やかしていこうおうてっちゃんいるかいなんだよお前さあの鶴っていう鳥がどうして鶴と言われるようになったかお前聞きてえだろ聞きたかねえよいやあの つるっていう鳥が、どうして鶴と言われるようになったか、お前、聞きてえだろ聞きたがねえよ。うん、見りゃわかんだろうこっちは仕事してんだよ。忙しいから、けんなけんな。お前、そういうこと言う。こないだのそばの割り前。いやいや、それはもう、俺も悪いと思ってんだよそんな話持ち出すなよ、お前。えわ、ー、かったわかった、もう。 何でも聞くからあの話しなよ。はっはっはっはお前さんこの話そんなに聞きたいかいや聞きたかねえよ。おめえがどうしても話したいってうから俺聞くんじゃねえか。いやいいんだよ。あのこれ出だしだからね。あれ昔はね鶴とは言わなかった首長鳥って言われてたんだよ。えー うんえ、それがどうしてつるになったのむかしむかしのことだよなひとりのろうじんが浜辺にたってうみをながめてたんだなするともろこしのほうからオスのくびながどりがつーるーっととんできて浜辺の松のえだにひょいととまったん。で、後からメスが メスがさよならおい待てよお前あなんだあいつ何しに気があったんだにおかしいなおいさっき陰境のところで聞いたときはうまいこと言ってたんだけどなえーっとあーわからねえやもう一回行って聞いていこよご陰境いますおおはっちゃんかい お前なお前その顔どっかでやってきたなお前あれはねあたしとお前の間だけでの話なんだから外でやるんじゃいやあのあのもう一回教えてくださいよねそれあのもう一回聞きてんだよあの昔昔のことだよね一人の老人が。 浜辺にいたいやそこはいいんだそこはねあの飛んでくるとこ飛んでくるとこだけ教えてください。もろこしの方からオスの首長鳥がつーっと飛んできて浜辺の松の枝にひょいと止まったん。すると後から メスの首長鳥がルーああわかったわかったありがとうございましたええありがとうございましたなるほどなるほどそういうことかええ今度は間違わねえぞおうてっちゃんまた来やがったよーなんだよ今度はいやその話の続きはわかったんねあのー、話すから聞いてくれよえ、うん、あのもろこしの方から オスの首長鳥がつーっと飛んできて浜辺の松の枝にるっと止まったんであとからメスが<え>メスがああ、てっちゃんなんで泣いてやがるよ。んだからぞ メスがどうしたんだよ黙って飛んできた <noise> <noise>